はい、まだまだ寒い2月でございます。今日も収穫をしていきましょう。今日の収穫、まずは芽キャベツからいきましょう。おお、もうだいぶ大きくなってきましたね。芽キャベツ収穫していきましょう。大きくなったものを取ってやることで、こうやって小さな芽キャベツが育ってくれるわけですね。結球していますね。おお、いいですね。芽キャベツでございます。なかなかね、こういうお野菜、芽キャベツなんてね、買ったら、結構高価なお野菜でございますけども、こうやってバカバカ取れるわけですね。これは家庭菜園でね、育てがいがある芽キャベツでございます。あー、結構大きく育っておりますよ、ほら。よいしょ。どうすか、ほら、結球しておりますよ。では加熱してね、食べていただく用の芽キャベツでございます。さあ、続きまして茎ブロッコリーです。もう2月3月、この、花が咲いてしまいますので、もうあるものバカバカワーともう全部取ってしまいましょう。茎ブロッコリーですから、茎ごと作ってますからね、茎ごともバカバカいってしまいましょう。もうお花ちょっと咲いてますけどね、この茎ごと柔らかに食べられますから、これ栄養たっぷりですよ。本当にこの栄養がね、たっぷりありますから、ブロッコリーになって、健康にとても素敵な野菜がこんだけバカバカ出てくるという、かなりお得なね、ブロッコリー。あんなちっちゃかった苗がこんなに大きく育つんですから、もうお得としか言いようがありませんよ。この茎ブロッコリー、皆さん茎ブロッコリー買うのがもったいない。バカバカブロッコリー、これお得ですね。3つ4つしか植えてないね。こんだけバカバカできてね、もう本当にこれ栄養たっぷりですし、もう生でいきますからね、栄養たっぷり、ダイエット効果も抜群。もう買うのがバカらしくなってくるぐらい、もうバカ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 、しかもね、もう新鮮極まりないから、これ美味しいんですよ。はい、そして今日も春菊です。前回と全く同じ映像になってますけどもね、前回買った分だけまたボッと増えてきてるような感じなので、増えいきましょう。もう本当にね、香りがいいですし、もうお鍋とかお吸い物とかにもう最高なんですよ。これこの匂い、もうなんていうかね、菊の香りなんですよね。この香りが本当にね、食欲増進。しかもね、もう本当に鰹だしとかあんなと合うんですよ、本当に。ね、だからすまし汁とかあんなんでやってもよし、鶏肉と合わせてお鍋をやってもよし、本当にね、もう栄養もありますし、最高の言うことない、菊菜でございます。ぜひこの菊菜も、ブロッコリーともども、おすすめの、夏のね、毎日空心菜みたいな感じで、冬のおすすめはこちらですね、菊菜とブロッコリーですね。またできるんでしょうね、菊菜。はい、まだまだ寒い2月でございますけども、今日、植えた種とか苗はどうなってるんでしょうか。ちょっと菜園の様子を覗いてみましょう。まずこちらですね、ミブナですね。ちょっとね、育ってきております。風にそよいでおりまして、があれなので、お世話をしてあげましょう。そして、こちらが菜花ですね。咲いてますね、菜花。いいですね、本当に菜の花、綺麗なお花が咲いております。そしてこちらがチーマディラーパですね。もう名前覚えましたか。チーマディラーパです、珍しい野菜です。これも同じようにお花が咲きそうで、そしてこちらが時梨大根、大根の種から芽が出てますね。種から芽が出た、よかったよかった、成功してますね。そしてこちら、日本ほうれん草、イガイガの種から出てます、ほうれん草、もう葉っぱがほうれん草ですね。これが大きく育ってくれるんでしょうか、楽しみです。
さあそしてこちら苗から植えたレタスですね。見てください、この光沢を美味しそうなもうレタスがね、もうだいぶ育ってきております。そしてこちらが、お豆さんでございますね、エンドウですね。エンドウ豆がこちらとこちらにできてきております。これも種からまいたのかな。はい、そしてカツオナ、あ、カツオナ育っていますよね。このカツオナ、珍しいお野菜カツオナ、ここまで育ったら大丈夫でしょう。そしてこちらチコリーですね。チコリーなかなか珍しい感じで育ってますね。これも非常に楽しみでございます。そしてこれがそら豆、お、もうこのそら豆のお花が咲いておりますね。空に向かってどん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 伸びております。そら豆、もうすぐできそうなんでしょうね。花が咲いております。